現在、国土交通省の事故対策検討委員会において、滑走路上における安全・安心対策の検討がなされていますが、実はこうした検討会が設置されるのは、今回が初めてではありません。2007年に航空機の滑走路、誤進入事案が頻発したことを受けて、設置された検討委員会が2008年に公表した取りまとめでは、誤進入対策として、管制指示の復調のルール化、 コミュニケーションのそごにつながりやすい用語等の収集分析、ご侵入注意喚起システムの導入などが盛り込まれていましたが、それ以後も、今月10日には、福岡空港で日本航空の旅客機が滑走路手前にある誘導,路誘導路の停止線を大幅に超えて滑走路に近づき、別の旅客機が急ブレーキをかけ、急遽離陸を途中で取りやめるトラブルも起きました。管制官からの指示を復唱していなかった。 そして管制官もパイロットが負傷しないことに対し、指摘をしていなかったということでした。また、先日23日にも羽田空港では、不織艦が接触しました。1月に起きた事故について、報道によれば、今回の事故の原因は、海保機側での管制監視時の5人、日航機側での海保機の存在を目視確認できなかったこと。 慣性側でご侵入注意喚起システムの画面に気づかなかったことなど複数のミスが重なったとされています2008年の検討会議取りまとめに基づく対策の実効性をどのようにお捉えでしょうかお願いします斉藤国交大臣あの小川委員あのご指摘のように2007年当時に滑走路ご侵入事案が相次いだことを踏まえまして 航空局と航空事業者などによる検討会議を設置いたしまして、2008年3月に対策を取りまとめました。この取りまとめに基づきまして、これまでも管制更新にかかるマニュアルの作成など、パイロットと管制官のコミュニケーションの阻害の防止、滑走路の誤侵入をレーダーで監視して注意喚起表示を行う管制官の視覚的な支援システムの整備、事故やトラブルにつながるリスクを、 pdca サイクルで事前予防する安全管理システム sms の推進などの対策を行い、ご侵入事案の未然防止に取り組んできたところでございます。まあ、これらの対策はいずれも有効であったと認識しておりますが、今般の羽田での事故を含め、滑走路ご侵入事案の根絶には至っておりません。このため、現在、先ほど申し上げましたが、外部有識者を含む 検討委員会において、ハードソフト両面でのさらなる航空の安全安心対策を検討しており、本年夏頃には中間取りまとめが行われる予定です。そして最終的には、運用安全委員会の自己調査報告も踏まえ、 抜本的な安全安,心安全安心対策を講じてていいきたいと思っております先ほどご指摘のあった今回の事案につきまして、えー、先月、私の方から、えー、日本航空に対して臨時の監査を行う、そして今日は局長が、航空局長が社長に注意を、厳重注意を行うということで、えー、安全安心対策の万全を期していきたいと思います小川さん、はい。航空機による事故は、大きな犠牲に直,轄直,直結しかねません。 人々の移動やインバウンド政策を支える航空は、何よりも安全が優先されなければなりません。二度とこのような事故を起こさないよう、徹底した原因究明と実効性のある再発防止策の策定が重要だと考えます。先ほどもお話しいただきましたが、今一度、あの今後のご決意をお願いいたします委員長斉藤国交大臣。はい、あの小会委員、ご指摘のとおり、今回のような痛ましい事故が二度と発生しないよう、事故の原因究明と、 再発防止策の策の定は極めて重要でございます事故の原因につきましては、運輸安全委員会が事故発生当日から調査を進めていると聞いており、国土交通省としてもその調査に全面的に協力しているところです。再発防止策につきましては、先ほど申し上げましたとおり、事故直後に取りまとめた緊急対策に直ちに取り組むとともに、有識者検討会における、 さらなる安全安心対策を検討しているところでございますまあ、こうした取り組みに加え最終的には運輸安全委員会の事故調査報告を踏まえその原因を究明し抜本的な安全安心対策を講じ空の安全への信頼回復に向けて万全の対策を講じてまいりたいと考えております小川さんありがとうございました国土交通省への質問はここまでになりますので 委員長をお取りいいお願いしますじゃあ、国土交通大臣とその参考人、どうぞ、ご退席を。いさん、はい、続きまして、次の質問に入ります。10月11日に財政審議より出ました、財政制度等審議会による令和6年度予算の編成等に関わる県議についてお伺いします。 財務省の財政制度等審議会による令和6年予算の編成等に関わる県議では、これまで教員業務支援員等の外部人材の人数、予算を大幅に拡充してきたにもかかわらず、十分な効果が出たとは言い難く、より効果的な配置や任用を図る必要があると指摘されました。このことについて、財務大臣はどのようにお考え,お考えられましたか鈴木財務大臣。 ご指摘の昨年11月の財政制度等審議会の県議におきまして、教員業務支援員等の外部人材の人数、予算を大幅に拡充してきたにもかかわらず、十分な効果が出ているとは言い難いとの指摘がなされているところでありますで。この指摘は、これまで外部人材の人数、予算を拡充してきたものの、 教員の長時間勤務の課題が解決されていないという趣旨を認識、という趣旨と認識しており、財務省といたしましては、こうした指摘も踏まえつつ、より効果的な外部人材の配置や、その業務の明確化等を図る中で、引き続き外部人材の積極的な活用を図る必要があると考えておりま古賀、はい、さん。 では十分な効果が出たとは言い難いというエビデンスは、教職員の働き方改革が進まなかったという意味で言われているというふうに取っていいですか、お願いします。鈴木財務大臣あの外部人材の配置について その費用対効果をどう考えるかということにつきましては、議論の余地があるものと認識をいたしているところでございます。あのこのエビデンスというお話でありますが、あえて一つのデータを紹介させていただきますと、教員業務支援員を配置した学校において、教員1人当たりの1週間の在校等時間の減少は、 0.94時間にとどまるというデータもあるわけでございまして、そうしたことも踏まえて、先ほど申し上げましたとおりに、より効果的な外部人材の配置、その業務の明確等を図る中で、引き続き外部人材の積極的な活用を図る必要があると考えているところであります。小川さん、はい 文科省として出されていることも重々承知しておりますが、改めて大臣、今のお話を聞いて、どのように思われたかお願いします森山文部科学大臣。はい、えまずあの、学校における働き方改革や複雑化、多様化する教育課程への対応等を図る上で、教員業務支援をはじめとする多様な支援スタッフとの連携、共同は重要であると認識しております。 そして、まあ、その子が委員ご指摘の、まあ、県議で十分な効果が出ているとは言い難くというふうに指摘されているということでございますが、まれ、あ、わ文部科学省といたしましては、例えば教員業務支援員の配置による教師の在庫等、 時間の着実な縮減などは、我々はデータ上、明らかになっているというふうに考えております。まあ、こういった客観的なデータも踏まえまして、令和6年度予算におきまして、教員業務支援員の全小中学校への配置を含む、 支援スタッフの充実に必要な予算を盛りり込んでおります、えー、また、先日、中央教育審議会の質の高い教師の確保特別部会において取りまとめられた審議のまとめにおいても、支援スタッフの配置効果が定量的に確認されたことなどを踏まえ、さらなる配置充実が必要であることなどが提言されていると我々は考えております。えー、文部科学省としては、審議のまとめを踏まえ、教育の質の向上に向けて引き続き、 学校における働き方改革のさらなる加速化、教師の処遇改善、学校の指導・運営体制の充実を一体的に進めてまいりたいと考えています小川さん。はいえー、同じく、えー、内容に数に頼らない教育、効率的な学校運営とも書かれております、先ほどと重複する場面もあるかもしれませんが、もう一度、財務大臣、このこのとについいてお願いします鈴木財務大臣。 あのえー、ご指摘の点でありますけれどもあの、労働力人口の減少による人手不足、あのこれはあの教育現場のみならず、日本の多くの業種における共通の課題となっているわけであります。その中で、学校現場におきましても、働き方改革やデジタル化等により、えー、教職業務の効率化を進めていくことは、 求められれてているととののの文脈の中でなされたものと認識をしておりますあの財務省といたしましては、効率的で質の高い学校教育を実現するということこそが重要であると考えておりまして、労働力人口が減少する中での教職員数のあり方について、文部科学省としっかりと議論してまいりたいと考えておりま古賀、はい、さん。 えこれは教員の人材不足に対する指摘だと思いますが、教員業務支援等の人数、予算を大幅に拡充したにもかかわらず、十分な効果が出たとは言えなかったっていうのは、すごく人に対して、なんか失礼な文言だなと私は思いました、そこの中で一生懸命働いている外部人材の方がいらっしゃったりとか、労働者の方がいらっしゃる中で、私、役に立たんやったとかいなって。 やっぱ思うようなこういう書き方はあまりして欲しくないと私は思いますので財政審議会の方にぜひお伝えいただければと思います教員不足です教員は精一杯頑張っていて4月から担任のいないクラスがたくさんあってそして教頭をしながら担任をしながらとやっている人たちがたくさんいます中教審の終わりに今回書かれました教師が疲弊していくのであればそれは結果として子どものためにはならない そのような働き方が教師の心の余裕を失わせ、意図と反して教育の質を低下させてしまうことがあるとすれば、これほど悲しいことはないですよね、文科大臣。相手は子どもなんです。合理的とか効率よくなんて、人と接する仕事では、それを中心に置いてはいけません。生身の人間を心身ともに育てているんです。それを分かっていただきたい。 その子どもたちがこれからの日本の社会をつになっていきます次の質問に移ります二十一日財政制度等審議会が発表した県議の具体策で公立学校教員の給与を改善するための財源を既存予算や財政優遇の見直しで捻出するようにと求められましたこのことについての見解を財務大臣お願いします鈴木財務大臣 あの先日5月21日でありますが、財政制度等審議会から県議が出されました。その中で、文部科学省施策全体の歳出・歳入両面の抜本的な見直しにより、財源を捻出すべきであるとされているものと承知しております。ここののとにににつきにおきままししてては昨年骨太お 閣議決定されているとおり、政府としては教員の処遇改善を行う場合、安定的な財源が確保されることが不可欠であると考えております。引き続き、教師の処遇改善やその財源のあり方につきまして、文部科学省と検討を深めてまいりたいと考えておりますさん、はい、では次、文科大臣に伺います。 小中学校の不登校、二十九万九千四百八十人、八万人で過去最高。高校は横ばいで推移しています。小中高校のいじめ、過去最多の五十五万件。暴力行為も過去最多の九万件。小中高の自殺は四百十一人で、過去二番目という実態です。このような実態を文科大臣、どのように改善していこうとお考えでしょうか。森山文科大臣。 古賀先生、ご指摘のとおり、不登校児童生徒数や、いじめの重大事態の発生件数が過去最多となり、また、児童・生徒の自殺者数についても過去2番目になるなど、生徒指導上の諸問題が深刻化しております、大変こ、こういった状況について重く受け止めているところでありますま。こういうい状況を踏まえまえして心プランや 不登校、いじめ、緊急対策パッケージ、子どもの自作対策、緊急強化プランなどに基づきまして、一人一台端末等を活用した心の健康観察の推進、あるいはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置、充実など、児童・生徒の悩みや不安の早期発見、早期対応に向けた取り組みを進めるとともに、 不登校児童・生徒の学びの継続のための学びの多様化学校や校内教育支援センターの設置、促進、あるいは警察等と連携したいじめ対策、あるいは SOS の出し方に関する教育を含む自殺予防教育の推進などの取り組みを進めているところでございます。引き続き関係省庁と連携しながら、すべての子どもたちが安心して学べる環境づくりに全力で取り組むつもりでございます。 小川さん改めて聞きます、教職員像も必要とお考えですよね、いかがでしょうか、文科大臣森山文科大臣あの教職員像を含め、働き方改革、処遇の改善、あるいは学校内のその体制整備、こういったことを含めてあの、あらゆる手段を講じていくべきであると考えております古賀さん、はい。財務大臣 文科大臣が教職員増も必要だと言っておりますが、財務大臣、いかがでしょうか鈴木財務大臣あの。政府といたしましてはあの、質の高い学校教育の実現のためこれ、これまでも教員や教員業務支援員の拡充を行ってきたところであります。 あの令和6年度予算におきましても、教員について、小学校の35人学級や、高学年の教科担任制といった定数改善を行うとともに、教員業務支援員について、全小中学校への配置を行うなど、拡充をしております。あの財務省といたしましても、教員が事業等に注力できますように、 教員の働き方改革を進めていくことが重要と考えておりまして、必要な対応について、引き続き文部科学省としっかり議論してまいりたいと考えております小川さんぜひ、仲良く連携して、予算をつけていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします、えー、続きまして、同じこの中にかけた一文ですが。 教師不足の要因は、近年の大量退職、大量採用に伴う若手教員の産育休取得の増と書かれています。私はこのことが要一因ではありますが、要因ではないと思っています。産育休を取得することが悪いことかのような書き方を同じくしていただきたくはありません。教師不足の要因は、教職員の働き方がとても厳しくて、 精神疾患の病気や早期退職者が高止まりしていることにありますある市では4月にたった1ヶ月のうちに70人初任者が辞めてるんですこれが要因だと私は思っています産育休が多いと言われますがそれは今まで財政縮小のために学校の教職員を臨時採用や会計年度任用職員として大量に採用してきたことに要因があります 若手が増え、三育休が増えるのは分かっていたじゃないですか、当たり前です、これは国の政策の失敗です。学校現場では若い教職員がどう言われてるか、校長室に呼ばれて、1年間は妊娠しないでねって、代替者がいないからって、これが学校現場ですよ。国が異次元の少子化対策と言っていますが、こんなことがまだまだ学校が合っているうちは、少子化対策は進みません。 文科大臣が初心で言われた全小中学校に業務、えー、教員業務支援員配置、これも初心でしっかり言っていただきましたが、まだまだ配置されておりません。だって時給1000円だもん、これでは人は集まりません。学校教育を充実させるには、教員や業務支援員の人数、予算を大幅に拡充する必要があると考えます。2022年度の 世界の公的教育費対 g t p 比率、日本は121位です、先進国としてとても低いです、低すぎます、このことについての財務大臣のご認識をお願いします鈴木財務大臣あの。先生のご指摘は、あのまあ、教育予算全体についてのことであると思います。 あの今までもです、ねあの、必要なところ、それぞれの課題について、文部科学省ともです、ね、十分にこの連携をしながら、相談をしながら、あ財,政制約財政上の制約はある中でもです、ねえー、しっかりと対応してきたつもりでありますので、今後とも文部科学省とは真摯に議論をしてまいりたいと思います。 では次、ピサについて聞きます。世界中で行われているテストです、学力のテスト。日本では4月に小学校6年生と中学校3年生が失会で全員、全国の小6年、小6、中3が行われています。ピサって、受験人数何人でしょうか、お願いします。 文部科学省望月教育政策局長。お答え申し上げます。えー、ピザは実施したいでございます経済協力開発機構が定めた規定に基づきまして、えー、調査対象年齢の生徒から一部の生徒を対象に実施をしてございます。えー、ピザ2022では81の国・地域で約69万人の参加がございましたが、我が国からは全国の高等学校、中等教育学校の後継課程高等専門学校の1年生のうち、 183校、約6000人が参加してございます矢野さん、小林さん。はい今年はピザとってもね、読解力が上がり、教員も頑張りました。でもですね、ピザは6000人でこんなに新聞に載って、こよかったって言われてるけど、経費的には7億ぐらいで済むんですよ。でも全国学力実態調査は40億、これ、本当に失敗でする必要があるのか。 実態報告が6000人で出るんだったら、財務大臣、抽出にすると大幅削減ですよ、いかがでしょうか鈴木財務大臣あの全国学力学習状況調査につきましては、ご指摘のとおり、失敗調査ではなく、 抽出調査で実施されていた時期もありまして、その間は一定程度の予算の削減が生じていたと認識をいたしております。あの全国学力学習状況調査のあり方につきましては、文部科学省において検討されるべきものであ,るありますけれども、財務省といたしましても、本調査にかかる予算について、その趣旨や文部科学省からの要求内容も踏まえつつ、毎年度の予算編成過程で、 適切に対応してままいりますそれは文科省の、えー、やることだということだと受け止めますが、でも私が一番初めに言ったように、教員にはもうこれ以上お金を出さないよとか、人材確保、あ外部人材はあの効果が出なかったとか、いろいろ政策で言われてるのに、記者とか学力調査になると、いや、それはうちの管轄ではありませんっていうのは、私は違うんではないかと。 一緒に話をしていらないところは十分削減をして必要なものを見ていく学力実態調査はいりません私は教員出身ですから年に100枚ぐらいテストをしてました子どもたちに実態調査はもう十分にできていますそこのところを十分ご検討いただきたいという願いを込めて終わりますありがとうございました